アルチェステ・カンプリアーニは、イタリアの画家である。ジュゼッペ・デ・ニッティス、フェデリコ・ロッサの、フランチェスコ・マンチーニらと共に1860年代に、現在のナポリ県のエル・コラーノやポルティチで活動した、レジーナ派の画家として活動した。当時、ローマ教皇領であった、テルニの貴族の家に生まれた。父親は、イタリア統一運動による1860年のローマの混乱で、 イタリア統一を支持して、テルニからナポリに亡命しなければならなくなり、アルチェステ・カンプリアーにも父親とナポリに移った。古典的な教育を望まず、1862年から1869年の間、ナポリ美術アカデミーに入学して絵を学んだ。指導を画家には、ガブリエーレスマルジアッやジュゼッペ・マンチネ・リラがいた。 共に学んだ学生にジュゼッペデ・ニッティスやヴィンチェンソ、ジェミーとマンチーニがいて、レジーノ派の画家たちと活動した。1867年からパリで活動を始めたニッティスの仲介で、パリの画商、アドルフ・グーピルと契約を結び、グーピルを介して絵を売ることになり、この契約は1870年から1884年まで続いた。パリに1年間滞在した後、 ロンドンを旅し、その後ナポリで活動し、作品はフランスに送られ、各国に広まり、イタリアよりも国外でよく知られることになった。1880年にトリノの展覧会に出展された作品で、国内的でも評価されるようになり、1895年のベネツヤのビエンナーレに出展した作品や1897年のミラノのトリエンナーレに出展した作品は、 イタリア政府教育省に買い上げられ、ローマの国立近代美術館に収蔵された。ナポリ美術アカデミーの教授を務めた後、1911年から1921年の間、ルッカの美術学校の校長を務めた。カンプリアーニの教えた学生には、ビアンキラがいる。ルッカで死去した。ありがとうございます。